どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、でん。今日からですね、開催されるメンテナンス後のスーパーゴッドフェスありますよね。今日はスーパーゴッドフェスガチャ、どのキャラを交換するべきかについて話していこうと思います。そもそもですね、スーパーゴッドフェスガチャに関してなんですけど、好きなキャラを1体、星7フェス券を交換できるわけですね。で、これがめちゃめちゃお得で、パズドラのね、まあ言うならその星7フェス券って、まあ基本的に新フェス券って入手するのに、まあ大体そうだな。まあ宝石がまあね、とんでもない数必要なわけですね。まあ少なくともね、それはもう10個20個じゃ無理なわけですよ。もう最低でもね、1000個ぐらいはね、ないと、まあ基本的に安定してゲットはできないよっていうのがね、パズドラの最新ゴッドエースなんですね。そう。でまあそんな中、パズドラ運営が今回はですね、こちらね、新フェス券を1体好きに交換していいよという話をくれたわけですね。さらに言えばまあ当然ね、パズドラパス入ってる人も多いと思うんですけど、パズパス入ってる人はなんともう1体ですね、交換ができますということで、合計で2体交換できるわけですね。で今日はそんな中、どの新フェス券を交換するべきか話していこうと思います。はい。ということで、まずですね、ちょっとこの動画を見てる人で今から性能解説をしようと思うんですけど、めちゃめちゃせっかちな人がいるかもしれないんで、先に結論だけ話しますね。めっちゃせっかちな人はここだけ聞いてほしくて、まず今フェス券交換を絶対にしないでください。どれを交換するべきか今から話しますが、これはあくまで現状実装前の評価になります。まあ、少なくともね、もうほんとここぐらいしか見ないような、めちゃめちゃ早くもうとにかくキャラを使ってみたいって人がいると思うんですよ。ただね、ちょっと本当に焦らないでほしくて、まあ、これいい例があって、アレキサンダー大王とラフィーネの評価ってあったじゃないですか。あれって実装前ってどっちが強いんだろうねって言われた時に、まあ、もちろんラフィーネの方がね、評価は高かったんだけど、全然アレキサンダー大王推しの人も多かったんですよ。まあそのラフィーネの方が圧倒的に多かったけど、アレキサンダー推しの人も全然いて、まあ、どっち取るんだろうねみたいな感じで、で、実装されてから、もうラフィーネ一択やねってなったわけですね。もう1日経たずに。っていう感じで、まあ、とりあえずですね、全キャラ使う人がいるわけですよ。例えば僕のチャンネルとかでも多分明日ぐらいにはもう全キャラ使ってるわけですね。で、そんな中でどれが強いかって話になるわけなので、あくまで今まだ焦らずに実装されてから使ってみるべきだと思います。たとえもう事前情報でこのキャラがどんだけ強いって思ってても、これ1体しか交換できない人とかは特にね、待っておいてあげた方がいいんじゃないかなと思う。で、まあ、2体交換できる人は、まあ、正直、3体中1体ぐらいは好きなキャラ取っていいと思うし、残り1体で絶対欲しい方確保すべきだと思うので、まあね、パズパス入ってる人ぐらいだったら、まあ言うてね、まあ1体もう早打ちに取ってもいいと思いますけど、まあ入ってない人はね、絶対にまだ交換せずに、この動画でね、結論も話しますけど、一応それでも保険をかけて、まあせめてまあ1日2日3日ぐらいは待ってほしいかな。で、そう、この大感謝祭メダルのいいところで、これっていつまでも交換期間が切れないんですよ。多分。まあ少なくとも結構長い期間は、このメダルって交換しなくてよくって、しばらくの間待っとけるわけですね。だから焦って交換するメリットってほとんどないんですよ、本当に。だからそういう点も踏まえると、なおさらね、ぜひとも焦らずに交換していただければいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ここからはですね、実際にどのキャラ交換するべきか話していこうと思います。はい。でですね、今回まずね、キャラが3体いまして、まあ、1体目がこれ。エルフリーデをね、火光を6個消し組んでいくことで倍率が上がって、かつ軽減率も高い優秀なキャラになってます。で、このキャラは超重力向きの編成って感じで、超重力を破壊できるような火力を持っていますという感じのキャラクターですね。はい。で、まあスキルに関してもね、4ターンでダメージ無効貫通6解除3触陣をループできるわけですから、かなり優秀なキャラになってはいます。はい。で、まあね、正直ね、このね、エルフリーデに関しての評価としては、まあ、超重力においてはかなり強いんじゃないかなと思う。サボみたいな感じで使えて、結構使い勝手も悪くないんじゃないかなとは思う反面、まあ、やっぱりどうしてもね、なんて言えばいいんだろうな、別にルフィでよくね感、ちょっとごめんなさい、寝起き10秒なんですよ今。ルフィでよくね感も否めないところはあって、まあ優先度としてはちょい下がるけど、まあそれでも強いキャラであることは間違いないかなと思います。まあ、武器はね、非属性追加、チーム回復、3突枝豆ですね。これもやっぱ強いですね。ダブル吸収無効に一段変質もありますから。もう一個もバインド難の強い延長武器となっております。はい。これがエルフリーデです。続きましてミリーですね。ミリーも同じような感じのキャラで、バインドスキビオン封印指直挙 2way6 個持ち、超覚醒で 2way 持ってます。進化スキルはヒーキー回復3触陣変化、ダメージ無効スキル進化で、その後は1ターン自分の攻撃力2倍、水を木に闇を火に変化してくれます。リーダースキルが、ヒカキの4個消し1個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算、固定1ダメージ、体力全パラ4倍って感じになってます。はい。武器が、貴族性追加、チーム HP、チーム回復、機動力を打つ、指延長プラスで3ターンダメージ、機嫌持ちの武器。もう一個の武器は、2A2 つに、チーム回復2つ持ちって感じになります。はい。
で、まあ、ミリーに関しても本当超重力系のキャラではあるんだけど、まあ、実際やっぱり使いづらさはちょっとあるんだよね。そう、やっぱどうしてもちょっと使いづらいところはあるんだけど、その代わりスキルが2ターンでループできたりはします。まあ、倍率的には個人的にはエルフリーデの方が強いとは思うんだけど、まあ、言うて 2way2 個と6個消しなんてあんまり変わりはないので、まあ、まあそこに関してはどちらもどっちでいいところはあるのかなって感じです。まあ、これも本当に実際に使ってみるまでわからない感じのキャラではあるので、また使ってみて評価するかなって感じになります。はい。ただ僕的にはミリーはちょっと優先度は低めかなと思っています。エルフリーデの方がちょっと使ってみたいと思ってはいるんだけど、ただまあ実際使ってみるとミリーめっちゃ強いやんっていう可能性もあるので、まあそれはちょっとね、あの実際に使ってみてって感じになるかな。これがミリーです。はい。で最後にですね、こちらサギリです。はい。サギリはね、バインドスキブ封印指 LG 4色攻撃3つにガトブレで、超覚醒スキブ4色お邪魔プラス持ってます。はい。スキルがこちら、ロック解除に6色陣に3ターンチェーンにスキル進化、進化後はロック解除6色陣に3コンボか3に全ドロ強が3ターンで打てます。はい。まあ3ターンループなんでキャラ3体入れる必要があったりとか、アルジェキティみたいに無効貫通とかはできないので、ちょっといいところ悪いところ結構ね差が出るかなって感じです。リーダースキルは5色以上同時でダメージを激減、3コンボか3ドロップ5個 L 付けして攻撃力が32倍、固定500万ダメージです。まあ、激減持ちなのは強いし、3コンボか3も優秀だし、火力32倍に固定500万もかなり強いですね。まあ、それこそ裏ゼロ次元とかで活躍してくれの性能はしてるんだけど、これマジで僕の個人的な評価です。本当に個人的な評価なんだけど、正直このキャラはアルジェキティでよくね感はもう否めないのかなとは思っていて、少なくとも裏ゼロ次元で使う限りはこの L 字消しっていうのがルーレットギミックとの競合を考えると結構難しくて、かつまあ5色を組み続ける必要があるしね、まあ、ジンも無効化ループとかってわけではないので、少し使いづらさは、まあまああるのかなとは思ってはいます。ただまあ、火力を出しやすいとかっていうメリットもありますので、まあ一概には言えないんだけど、まあアルジャキティってね、ある意味21億絶対に確定のね、カウンスト火力を出してくれるので、まあちょっとそこに関してはね、使い分けにはなるのかなって感じではあります。はい。で、武器に関してはこれが強い。ガドブレ L 字に、かつスキルもダブル吸収無効2ターン知恵持ちとかいうぶっ壊れすぎる破壊武器ですね。これは裏ゼロ次元においては最強かなと思います、この武器は。もう一個の武器も、回復ドロ強、毒耐性3つ、L 字持ちで、スキルがキスネ倍の覚醒無効全回復1ターン遅延って感じになってます。っていう感じの3体ですね。で、まあ、こっからがね、ちょっとね、今回どのフェス弦を交換するべきかっていう、この動画のね、主題になるんですが、僕としてはですね、まずやっぱり第1位は、今現状だと、やっぱりサギリがとりあえず取っておいて損はないのかなと思っています。まあ、結局やっぱね、アルジェキティより弱くねって、リーダースキル弱くねって言ったとしてもね、このスキルのね、6解除6色陣、3コンボか3000ドロキョっていうところはかなり強いと思うし、あと武器ですよ、何より。ガドブレ L 字に2ターンダブル吸収無効2ターンチェーンっていうこの武器は本当裏ゼロ次元とかにおいても強いので、まあ取れておけるとかなり優秀なんじゃないかなとは思います。はい。ただ、なんかね、アルジェキティ持ってたらね、もうアルジェキティ持っていればスルーするのも一個の選択肢には入ってくるのかなとは思っていたりはしてますけど、まあやっぱりただ武器の強さ的にもまあ取らざるを得ない状況にはなりそうですね。で、第2位が僕めっちゃ推してます。エルフリーデです。これはね、ルフィと被ってしまうから、ルフィで欲ね感はマジで否めないんだけど、まあその代わり列組むだけでちょっと火力めっちゃ高いですからね。ルフィ3倍に対してエルフリーデ 4.5 倍だし、ルフィ 70% 軽減に対してエルフリーデ 72% 軽減。さらにルフィは3コンボ加算がマックスに対してエルフリーデは、例えば6個消しを4つ組むと8コンボ加算とか入るんで、コンボ加算めちゃめちゃしてくれるんですよね。だから言うならジャックコンボとかにも対応はしやすいから、ルフィと差別化できるところがめちゃ多くて、しかも倍率もルフィより圧倒的に高いので、倍率だけ見ればね、まあだからそう考えると使い勝手良さそうなんだよな。まあまあ、なので個人的にはめっちゃ推してるんですけど、まあでもルーレット運用とかが必須になってくれるので、まあ使いづらさもやっぱりちょっとあるのかなとは思います。はい。ただまあダメージ無効貫通3色時も4ターンで打てるからね、僕はエルフリーで結構強いんじゃないかなと思っています。この武器のね、非属性追加チーム回復3つ枝豆とかいう武器もかなり強いですからね。スキルも2ターンダブル吸収も1ターン閉鎖で、この武器もかなり強いし、こっちはまあちょっとあれだけど、まあ、それでも優秀な武器ではありますので、エルフィリーでは僕はめっちゃ推してます。優先度個人的には現状低めはミリーなんですけど、正直これもミリーあくまで最下位にしてるけど全然わからん。マジで使ってみてって感じになるかなと思うので、まあぜひともですね、僕のチャンネル等で上がる使ってみた動画を参考にしながら、交換どれするかね、考えてください。で、さらに言えばですね、僕また3体の動画をね、使った後にですね、どのキャラ交換するべきか最新バージョンも上げますので、一応これは事前評価としてはこんな感じ。まあまた実際に使って評価の方もね、確認してもらえればなと思います。はい。まあ、という感じでね、今回の動画はどのシンフィス弦を交換するべきかについて話す動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。